はい、こんにちは、筑波司です。今回なんですけども、世界プリンセスということで、なんかね、ちょっと可愛らしいガチャガチャがあったんで、2つね、回してきました。それではね、ラインナップ見ていきましょう。はい、まずプリンセスドレス、はい、でピンクドレスで、ブルードレス、ウェディングドレスで、パーティードレス、この5種類ですね。で、なんかね、ここに書いてあるんですけど、各種髪型2種類付き、ヘアチェンジできちゃうって書いてあるんですね。で、なんかここにもあって、なんかこういっぱい集めて、こうスカートとかそういうのもなんか着せ替えできるみたいで、なんかもうだから、この各種全部バラバラに服を着せ替えできたり、髪の毛をまあ変えたりできるっていうね、なんか画期的な、なんか今までになかったちょっとガチャガチャですね、これほんまに。めっちゃ面白そう、これ。で、まあこの中で狙うとしたらね、僕がね、ちょっと可愛いなーって思ったこのピンクドレス。ね、この女の子可愛いですね、ボブの子。と、あと、そうやな、このパーティードレスの子。ね、この子可愛くないですか？なんか、ね、まあ、このね、ちょっと二つ可愛いな思ったんですけど、まあ、ね、ピンクドレス、ちょっと狙ってみようかな、いうことで。じゃあ、今回ね、この、ね、ボブヘアの、まあ、女の子を狙って、早速、開けていきましょう。はい、ポン！さあ、何かな？お？あー、青い。青いけど、これは、はい、ブルードレスですね。はい。もう、めっちゃ顔可愛いですね。なんか、ねえ、あとほら、ちょっとおっぱいもちょっとセクシーで。ねえ、まあもう一個ね、開けてから、詳しく見ていきましょう。じゃあね、二つ目、開けていきましょう。デロピンクドレス、ポン！さあ、どうかな？違うけど、お、これは、パーティードレスちゃう？お、来た！パーティードレスや。やった！はい。わ、パーティードレスもちょっとわかりにくいけど、かわいいっすね。はい、じゃあね、もうこのブルードレスと、パーティードレスが当たったんで、早速ね、袋から開けて見ていきましょう。はい、まずね、ブルードレスです。うわー、かわいいっすね、これ。顔がちょっと、好みです、僕。ねえ、このちょっとね、ここね、胸元がね、すごく露出してて、ちょっと いやらしいというか、なんかエロいっすね。はい。でね、もう一個の、このパーティードレスも見ていきましょう。はい。うわ、かわいい。顔めっちゃかわいい。で、ほら、胸元ももうもちろんのことも期待を裏切らず、って感じで。で、こんな感じでブルードレスとパーティードレスをこう並べて比べてみてもね、なんかかわいいですね。なんかこうやって喋ってそうですよね。ごきげんよう、とか言うてね。今日のランチは何かしら、とか言うて。ねえ。でもなんかね、ちょっと胸元テカってますね。なんかめっちゃやらしいっすね、胸元テカってるって。ねえ、もう僕の頭の中にはね、もうエロしかないんで、もうね、今頭の中にね、思い浮かんでることは、もう視聴者の皆様にね、ご想像にお任せします。で、これね、なんかさっきちょっとガタガタしてたと思うんですけど、こんな感じで。こうスカートがね、こうやって取れるんですよ。でね、これも開いたら、まあ、こんな感じで。まあ、みんなね、こんな感じでスリムになってるのが元で、はい、こんな感じでね、ちょっとスカートを、入れ替えてみたんですけども、いいですね、これはこれで。ね、なんか僕はこっちの左の方がちょっと好みなんですけど、うわぁ、めっちゃ可愛い。ね、で、まあ、これ髪の毛も変えれるんですよね。ほら、こんな感じで、ね、二人ともちょっと髪の毛変えてみました。はい。いいですね、これ。ね、これめっちゃ女の子喜びそうじゃないですか。まあ、僕がね、こんな、年下おっさんがね、これ、こないと着せ替えしてる時点でね、ちょっともう頭おかしいんがない。いうことなんですけど。まあ、でもね、C って言うなら、正味もうちょっとね、おっぱい大きかったらよかったかな。ねえ、もうおっぱい命なんでね、僕。まあ、でもね、おっぱいテカってるということでね、もう十分いやらしいんで、もうそれだけでね、合格です。このガチャガチャ。ねえ、でも画期的。これ考えた人すごいっすわ。はい、今回はね、世界プリンセスというガチャガチャを回してきて、このブルードレスと、で、このパーティードレスが当たりました。で、まあね、次の狙いはもうね、言ってましたね。ピンクドレス。ね、このボブヘアの女の子を待っててね、
この二人と、まあ、並べてね、またちょっとドレスチェンジということでね、理想の女の子を作っていきたいと思います。はい、ここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、のリクエスト、あと質問などね、どんどんお待ちしております。あとサブチャンネルの方もよろしくお願いします。そちらはエンドロールにありますリンクか、下の説明欄のリンクからお願いします。それではまたお会いいたしましょう。筑波司でした。バイバーイ。